イレギュラーハンター X のシナリオってさ、レプリロイ、ロイドの進化がテーマになっていて、その鍵を握るのが X っていう感じのシナリオだったじゃないですか。ロックマン X のシナリオはさ、言ってみれば人間に従うことに対する反乱で、要は人間に従うくらいだったらレプリロイドだけの世界を自分らで作るっていう物語だったじゃないですか。で、なんでイレハン X がこういうシナリオになったのかっていうとさ、人間の存在を一切絡ませずに説得力のあるシナリオを作ろうとしたのではないかと僕はちょっと踏んでるんですよね。ロックマン X のシナリオってさ、人間出てこないから説得力ないんですよ、ぶっちゃけ。ロックマンゼロのさ、ゼロのシナリオを見たシリーズのライターがさ、なんだ、ちゃんとした話作れるんじゃねえのっていう、作ろうと思えば作れるんじゃねえのみたいに思ったのかなって思ってさ、でも X シリーズって最初から人間をもともと絡ませないようにしてるっていう矛盾があってさ、そこでイレギュラーハンター X は人間なるべく絡ませない物語にしようっていう方向に行ったんじゃないかなって思うんだよな。